はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティーです。今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイでございます。今日はガチエリア編で、久々にオクタシューターレプリカ使って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、ここ最近ちょっと元気なくって、ちょっとだいぶ体調崩し気味でしたけど、どうにか頑張って、体調戻しましたんで、今日は楽しくやっていきましょう。ガチエリア編、モスク農園アンチョビットゲームズ。もう、慣れました。一週間、この環境にいて。もう、いいです。勝ち負けとか。4月半ばまでもう勝ち負けは全くどうでもよい。そういう楽しみ方をしていこうと。心を入れ替えたんで、楽しくね、最近をやっていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。モスク農園でーす。さあ、ガチエリアですね。さあさあさあ、まずは、かなり平均的ないい感じじゃないですか。あえてガシューター2つとガロンと、じゃあ、シューターとガロンと、あれですか。黒デコと、黒デコ一つとガロン二つですかな。さあ、動きが特にないし。とりあえずそこ一個置いとけばいいんじゃないですかみたいな。で、固め、ちょ、それは、非常にまずいなぁ。開幕2ですはまずいなぁ、これなぁ。完全に固められちゃってますね、真ん中ね。真ん中から入ってあげるべきだったかなぁ。ガロンだったからどうなんだろう。さあ、まあ、とりあえずは、開幕2ですしてるので、真ん中にいるね。とりあえず、どっちも出れない感じなの？ちょっと固めていくなら固めてこう。台を剥がれて、いやー、厳しいな。1、で、どこ？この辺にいる。よし、倒して。よし、OK！ よしよしよし、オールダウン。きっちりしっかりキルを取って、そんなとこ飛ばなくていいよ。全然いいよ。ここ塗っといて、ここ置いといて、一回引いて、かなり、相手の、マジかー！今二つ当たってんのか、これで。残念。で、相手右から全部入ってましたね。こうなるとこれ止められちゃって、てると思うので、また多分真ん中塗り返されちゃうと思うんですよ。塗ってあげたいのは山々なんだけど、その前に溶けられちゃうとどうしようもなくて、正直。あー、届かなかった。なんか常に人数いないっすね。厳しいな。どうしよう。いやー、マジか。足元にいたか、それ。いやー、ちょっと。これは大丈夫かな。ちょっと真ん中行こう。多分塗り足りてないんだろう。じゃあもう味方の援護しに行きます。ちょっとキル取れない。多分キルを取る前に、マジか。 OK で、いない。奥に投げる。ちょっと手前に出てくる。出てこない。この辺。はい、どこ味方、相手どこ。あ、死んでない今の。マジか今の。うわ、マジか。あれ、範囲内じゃないか。爆風の。ギリギリ出てたかもしんないですね。マジか。まあまあ、しゃあない。あ、まあいいや。で、左サイドにチャージャーがいて、これ、チャーがいるんで、辛いな、それは。ちょっと厳しい。ちょっとそこまでやられちゃうと、あー、マジか、3キル。味方。無理。そんなん無理っす。かなり厳しいっす、俺は。こーや、ちょっとなー。落ち着いて冷静にいってほしい。ガロンだから。ガロン対ガロンだから、落ち着いてた方の勝ちだから、これは。ちょっとここはね、しっかり、ラインを一個一個開けてくれればね。そう。いいよ。ナイス。とりあえず、ここで道を開ける。はい。で、この辺に一個投げといて。よし、ごめんね。これで、右サイドは？右サイド空いてる。右サイド頼むよ。マジか。ちょ、待って、だからなんでこれで人数不利になるん。ちょ、マジ。ちょ、ある程度落ち着いてくれないと人数不利になっちゃうから、落ち着いて。エリア取ったタイミングで落ち着いてくれれば、ね。そこで維持をとりあえずしよう。維持大事だから。後ろにいるよ。あれがいる。
はい、オッケー。で、とりあえず台を吐かれて、んー、飛ばなくていいかな、それは。ちょっと辛い。あー、無理。あー、これは何の無意味なスパションになってしまった。いいよ。で、一回引く。ちょ、ここ押す、落ち着いて、落ち着いてね、落ち着いてね。ひー、マジか。登れない、登れない。マジで？ちょ、落ち着いて、落ち着いてくれ。みんな落ち着こう。大丈夫だ。カウントリードできればよろしい。リードして、吐かれて、そこだ、吐かれて。待って、広い。モツキエリア広い、よし。危ねえ、本当に。いやー、怖いっすね。いや、マジで怖いっすよ。これは。落ち着いてくれれば全然いいんで、落ち着こう。落ち着こう。なんで俺これ勝率最下位なんだろう。マジか。勝率最下位マジか。ね、味方の一人黒ガロンはすごく、きっちり黒デコがね、冷静に立ち回ってね、左サイドから上げてくれてたんで、まあ、そこら辺が僕も、そこを起点にしやすく動けたのでね、良かったです。はい。そういう試合だったと思います。いや、やっぱ、あれだね、突っ込んでいく味方多いっすね。エリアやってると最近特に思うのが。うん、S プラスですけど、もう、本当に腕前とか、もうなんか、俺、ランク50っていう50って文字と S プラスって文字見えてないんで、最近。うん、いや、ほんと多いな、思う。いや、僕もエリアはすごい下手なんで、超下手なんで、俺多分腕前、エリアに関しては C、いや、F マイナスぐらいしかないんで、俺。まあ、人のこと言えないんですけど、でもやっぱそれでもね、ちょっと周りの人間見てると、あ、うわ、ガロン軍だー、思うな。まあ、正面から行ってみる。ちょっと塗り、あー、ダイナモカーボンか。ってことは、ちょっと塗ってあげた方がやりやすいかも。いや、挟み撃ちはきついよ。いや、無理、これ。いや、無理。難しいなぁ。結構あれか、なるほどな。かなり、先行タイプじゃないんだな。なるほど、かなり慎重に行くタイプの人なんですよ。嘘で当たる？それ当たるわ、ちょっと。しかも5-2なのか、今の。それ悲しい。あー、ちょっと厳しそう、これ。一回冷静に。真ん中から多分入っても出れないと思うので、これは。いや、きっちり、いいとこにしてますね。ちょっと落ち着いて。いや、射程でと、マジか。ナイス？ナイスだけど、二人がかりで行くもんじゃなかったかもしんない、これは。とりあえず。マジか、そこいる！あー、終わった。ボコボコでしたね。いやー、しっかりきっちり抑えられましたね。いや、こういうの見てるとガロンやっぱ強いなっていう気はします。うん。ちょっとあれだね、右サイドを倒して上がった時に、あのガロンに当てられちゃったのがちょっと排斥だと思うんですけど、僕の場合だと。にしてはでもちょっと、苦しい場面が多かったなぁ。今の試合とかってどうしたらいいんですかね。どうしたらいいんだろうなぁ。難しいよね。ああいうのは、まあ、真ん中完全に塗られきっちゃってて、自陣の方もまだ塗りが甘いぐらいな段階だったんで、1レス目の時が。ってなると、やっぱ初手右からなのかね。なんか、いわゆるこう、王道みたいな感じだったじゃないですか。真ん中から入るモズクって。右から入ろうか。ね、そうしましょう。そうしよう。ちゃんと反省点を踏まえて、次の試合に活かしていこうっていう時に、アンチョビなんですよね、大体ね。そういうもんなんですよね。大体そうなんですよね。まあいいんじゃないですか。次、楽しくやれたらいいと思いますよ。ガロン5、黒デコリッター。もう動いたもん勝ちでしょ、こんな。知らん、こんな。どんどん動いたもん勝ちでしょ。動かなかったら負けでしょ、むしろ。リッターに抜かれる？知ったこっちゃねえな、みたいな。衝撃打たれちゃうのは、苦しいね。いいっす、しゃあない。もうこういうのはしゃあない。
リッターは濡れないから別にいい。このデス何が必要かって、これ、このタイミングで、相手のチームが、どれだけ受けてるかって話なんで、置いとけばいいんですよ、とりあえず。こんなんでいいんです。とりあえずこんなんでいいんです。とりあえずこんなんでいいんです。で、一回引いといて、こう置いて。マジか？ナイス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 。時間稼ぎは大事。時間稼ぎは大事ですよ。でも味方がかなりこれきっちり動いてくれてるのですごいありがたいですね。で、真ん中が空いてるんで僕は真ん中に行きます。で、一個なんか飛んでいったんで、ここら辺はこの辺に置いといて、しっかり、あー、なるほど。なるほど。何そんとこにいるの？マジか。あ、リッターか。すごいね。きっちりですね。この辺も塗っといたらいいじゃない？塗っとくだけでもだいぶ変わると思う。ほんとスパショ下手ね。ほんとにいつまで経ってもモッティスパショ上手くならない俺。また大王を吐かれていく。からの大王だらけな剣について。一回これは落ちて。しっかり塗りつつ終わった。これ味方トゥーンですね。これ味方トゥーンですね。全く何もやってないですね、これね。いや、エリア下手だね、本当に。どこ行ったらいいかわかんないな、もう。全くどこ行ったらいいかわからないですね。てか、大王多くないか？この部屋さ、大王いくつ ?1、2、3、4、5?5? 大王5か。大王5か。いや、これはじゃあ、スパショがどれだけ上手いかゲーなんですね。この部屋はじゃあ。打ち合いうんぬんとかじゃなくて、ボムうんぬんでもなくて、塗りうんぬん。まあ、塗りうんぬんは多少あるかもしれないけど、あ、この部屋ってどんだけスパショ上手いかで決まる感じなんですね。なるほどね。それは、まずい部屋だわ。全く俺に向いてない部屋だ、これ。やべえ、やべえ。いや、難しいね。ほんとエリアって難しいですよね。もう、なんでこんな、そろそろ多分ね、プレイ時間900ぐらい行くんですけど、こんだけやっててもエリアわからない。どんだけ向いてないんだろう、ね。ほんとに、向いてなさすぎ、ワロタだよ。もうちょっと、なんか、もうちょっと動いていいかな？もうちょっと動いていいかな？もう、負け覚悟でいいかな？なんか、どうせ勝っても負けてもあれだし、動こうかな。ホッカス号2ダイナモ。号2、え？ホッカス号2黒デコダイナモ？もう動くわ。やだ、なんか。マジか。出てこない？当たった。いや、無理ーボムがないーボムがないー。喋んなかったら実況プレイじゃないんですけどね。全然喋れてないんですけどね。さあ、とりあえずはしっかり出ていきながら、バリア。奥にしっかりね、ボム置いて、塗ろ。カウント取れる。OK、出てきて。で、一回左に、そこしぶき見えたんで、OK。はい。知らん。知らん。もう最近俺こんな感じだから。俺、ここのね、場所がまだどういう、どこが通りが一番強いのか分かってないんですよ、ちなみに。ちな、はい。ローカス！あー、それ無理。両方大王溜まってるっていうね。残念な感じですね。さあ、完全に相手のペースになっちゃって、ってなった時にここからどうしたらいいんですかっていうところですよね。そこに1個ガロンがいて、どうしようかな。黒デコ。一回上げて、塗らざるを得なくて、台を吐かれて、相手台を、はい、ここ。来ない。
一回塗りにしっかり専念してあげないといけないターンな気がするんで、とりあえずね、エリア内で倒す。で、ダイナモがそこにいる。ダイナモがどこにいる？倒して。それはやめてほしい。はい、ここ！ダメだった。引かなかったか。まあ悪くない。ワロシ。ここで、ちょっとこう時間稼ぎします。時間稼ぎします。はい。マジで？ああ、いいシールドそれ。ありがとう。なんだそれ。ここ。倒す、入れていく。オッケーオッケーオッケー。いいよ。いや、そのメガホンは大丈夫。で、一回右も見といて、ここ。一術。さあ、大王吐いたけど、もう突入。そし、オッケー。で、まだ、これは、冷静。しっかり、いやだから、今の見てても思うのは、やっぱ、相手も相手ですけど、やっぱ突っ込んでくる人多いんですよね。だからあんな冷静に待ってて、冷静に待てる状況さえ作れれば、あとはね、待ってればいいだけみたいな感じですよね。客観的に相手見てても、すごいやりやすかったですよね。ロンカスの人だけ、ロンカスと、ちょっと黒デコは途中冷静でしたけど、割と引きながら、さ、どっから打開しようかなっていうところで、ゴーニーとダイナモがすごい突っ込んできてたんで、でそこで溶けちゃってましたよね。まあその、やっぱ無敵系ある人は、その辺、こう、冷静に見てる人が多いのかなっていう感じはしたけどもっていう。まあって感じじゃん。まあ、いいんじゃないですか。とりあえず、だからそういう環境を作れれば、キル取ってくれる人さえいればみたいな。あ、これはもう、はい、反省点踏まえた上ですよ、僕は。シャプマ？ボルネオかな？黒デコ。ああ、これはスピナーがこっちから入るんで、ダイナモどうなんだろう？いいや。知らん。もう、常識にとらわれない。常識は敵だ。なにそれ？ちょ、待って、見捨てられたんだか？ちょ、待って、3人いる。マジかよ。いや、いいけど。それカウント取れたんだから、別にいいけど。すげえ俺はもう今ので、もう人間不信になったからね。いや、見てるなぁ。どこだ？いやー、3人。いいよ、ヘイト集めてる。全然いい。もう完全に、それやられちゃダメでしょ。あー、マジで。ヘイトしか集めてないですね。いやでもスピナーなんと、だと思うんですよ。バレデコダンスよ、絶対。この相手のチームの、肝って。この編成だとね。だから、余計にそこをしっかりきっちり抑えられないといけないよねっていう話はあって、で、届かないこれ。いるのは知ってた。またヘイトマンっすか、僕。な、悔しいな、こういうのは。特に、感想はない。悔しい。以上。真ん中から入るか。結局俺は、いわゆる古典的な動き方ぐらいしか、あー、マジか。そこなんだよね。そこ潰せる武器が、一応黒デコがいるっちゃいるんだけど、そこまでなんですよね。そこ潰せない限りは多分右から常に入った方がやっぱりいいのかなっていう気がしないでもないのと、あとは、とりあえず相手の動きを封鎖しつつ、とりあえずさ、塗りは固められると思うんだ、これ。ナイス、オッケー。そんで、そっから、こっから勝負。で、ここで、要はスピナーを、息の根を止めなきゃいけないのよ。
で、ここでスピナーの息の根を止めて、マジで強い。届かない。いや、もう連射力にかなわない、本当に。いや、マジで昔のダイナモ感あるよね、ここ。いや、マジでね、あるんだよな、最近のバレデコのここって。ほんとね、単純になんかそう。あそこにいる。厳しいね。マジで？来ない。とりあえず一個。しかし。やばい。入らない。追い切れない？ただの？なんかいなかった。いるよ、いるよ、いるよ。よし、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 からの、冷静に、冷静に、冷静に。大丈夫か？バレてこ、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 絶対バレてこ、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 抑える。絶対バレてこ、抑える。絶対、ここ、間違いない。絶対ここ、絶対ここ、絶対ここだけでいい。ここだけでいい。ここだけでいい。むしろここだけでいい。ここだけでいい。こいつを入れなければいい。こいつを入れなければ、勝てる。こいつを入れなければ勝てる。よし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 ちょっとあれだな、スピナーが届かない位置にダイナモが行ってほしい。と、だいぶ、見られてるんだね。見られてなくもなくても、そこ行くのかな。邪魔しか止まる、それ。動きが固まる。ちょっとその要は、だから多分スピナーにボコボコにされてるのはもう目に見えてるんですよね。ちょっとどうにかならないかな。もう無理やりにでもちょっと止める。無理やりにでも、ここ取る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 。よし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 、オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。もうそれでいい、それでいい、それでいい。無理して、相手が無理してくるところを最後止めたらいい。オッケー。よし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 、ナイス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 。よかった。よかった。よかった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 。これはオッケー、これはオッケー。そう。これは完全にスピナーだから。完全にスピナー止まった瞬間にカウントこっちになってたからね。よかったですね。本当にね、マジで、モズクのエリアに関しては、スピナーメタリまくった方がいいっすよ、本当に。マジでメタリまくった方がいい。もう、これでも勝ってぐらいね、メタリまくった方がいいと思います、本当に。ノバヤグラぐらい、めっちゃメタリまくった方がいいと思います。よかった。とりあえず、ちょっと出そうかったんで、最後の試合、あんまりいい試合じゃなかったですけど、個人的にはね。まあでも勝てたんでよかったんじゃないかなと思います。ということで、今日はこの辺でモッティでした。バイバイ。